やっと晴れてきましたね。あれ？グレース。グレースさん。グレースはすごくベランダが好きで、ベランダが開くとすぐベランダに、ここです。尻尾。くねくね。稲妻尻尾だよね。ね、グレース。静香ちゃんです。静香。すだち。ななこ。ななこもすっかりこのお部屋になりましたね。あら、風が強い日が多かったので、枯葉がかなり飛んでベランダに入っております。お掃除しなきゃですな。今日は早さんもまだ出てきません。この穴蔵に入ってくれるので、植木とかするときにバタバタ捕まえないで済んで助かってますけど。ね、もう結構元気なので、体調悪いともう入りっぱなしになっちゃって、はやさん、お顔をちょっと覗かせてますけど、耳がちょっと出てる程度で見えませんな。チップ。チップさん。チップ。ご飯はちょっと食べましたの？ニバちゃん、ニバちゃんや。やっぱもうなんか艶やかな感じにはなれないのよね。でもご飯はね、ちょこちょことまあまあ食べれてるよね。本当にお口が痛いみたいで、口内炎のひどい子で、特に歯茎の周りが痛い子っていうのは、こうカリカリを食べたりウェットを食べたりして入り込んじゃうと、もう本当に悶絶な感じの、もう痛みでも本当苦悩するような、すごく苦しむような姿が見えるので、痛い子っていうのはまあ何匹かいるんだけど、エバちゃんが今一番かわいそうな感じで。シード、シード、シードさんや。シードはほんといい子になったね。あれ行っちゃったの。シード、シードおいで。シードさんはもうね、コロンコロンするもんね。ミカさん、またあくびすんの。ミカさん丸いとこ好きよね、椅子の上とかね。うん、爪取りすぎるね。ね、午前中のご飯はなかなか食べてくれないんですけど、まあでも午後のと合わせてそれなりにはみんな一日かけて食べるので。シード。なんだかみんなこたつの中なのかな。こたつね、ペロンってあげるとかわいそうだからあげませんけど。アストラさんです。アストラ、アストラ。Lゲージに入ってるのはお腹がちょっと本当に水切りで緩くて、
原因を今見つけながら薬あげながらいろいろやってるからなんですね。でもそれでももう結構な長いことをやってるんですけど、まあ、なかなか治らないのでどうしようかなという感じです。まあ何の原因もねなって水下痢になってるってことはまずないんでしょうけど、まあ虫も感染症もなんかいろいろ調べたりして、それでも何も原因がつかめないと本当お手上げで、まあでもさすがは水切りはするんですけど、カリカリは結構食べてくれてるので、普通に出される分は朝に全部なくなってる感じなので、まあお口が痛いとかっていうのもちょっと前まであったんですけど、そういうのは少しは改善されたみたいです。ね、治れればいいんだけど、なかなかフリーにしてあげると、まあアストラだって分かってても、まあアストラが本当に体調悪くなった時にこう対応するのに大変になってしまうので、まあ、しばらく念入りにと思って L ゲージで管理してたんですけど、アストラさんももう震災前からいるような子なので、まあ、10歳超えててぐらいの子なので、まあ、なかなかもうこの状態でね里親っていうのは難しいと思うんですけど、ふんがふんがふんが横でうるさいのミカさんです。ミカさん最近元気になったんですけど。